兜哲也です。このチャンネルは僕の数あるマジンガーシリーズのコレクションとアシェット週刊マジンガー Z を作るその2本柱でやってます。よかったらチャンネル登録してくださいね。励みになりますんで。さあ今日紹介するのはこれ、アシェット週刊マジンガー Z を作る46号。いやなんかちょっとサボっちゃって更新が空いちゃいました。すいませんでした。なんかねちょっとね調子悪かったんだよね。コロナじゃないよ、まあ、だから大丈夫なんだけど、前回フレームができてきたからね、今日はどこを作るのかな。では早速行ってみましょう。マジーンゴー。さて46号の中身見ていこっか。お、バジル F7。 このバジル F7 って筋肉マンに出てくるタイルマンみたいな感じで、お腹とか胸の部分がタイルになってんので、このタイルを、敵に飛ばしてビタビタって敵にくっつけると敵はケーキがね狂っちゃうので、この回は光子力研究所が作られてから10周年ということで10周年パーティーをやってるので、阿修羅男爵はその10周年を最悪の記念にしてやろうって言って光子力研究所の破壊をしに来るので、まずアフロダイエースが出撃するんだけど、このタイルがベタベタベタってくっついてケーキ狂って動けなくなっちゃうの。それでその後に今度マジンガー Z が行くんだけど、マジンガー Z もタイルベタベタってくっつけられてケーキが狂って動けなくなっちゃう。でその間にこのバジル F7、 タイルがなくなった胸とかお腹に穴が開いてて、そこからミサイルが出るから、でそのミサイルで研究所を攻撃する。でそのうちアフロダイは動けるようになって、まだマジンガー Z は動けないんだけど、でアフロダイはどうしたかっていうと、アフロダイの全エネルギーをマジンガー Z に向けて放出すんの。あのデビルアローみたいにね、ビビビビビってやるの。そうするとマジンガー Z にくっついてたタイルが全部ポロって取れて、それでマジンガー Z 動けるようになる。でマジンガー Z バジルと戦うんだけど、このバジルの頭の鎌っていうのが超合金も切り裂けるほど鋭くて、マジンガー Z のすねをねパカって切っちゃうので、マジンガー Z はジェットスクランダーを呼んで合体するんだけど、ジェットスクランダーも超合金でできてるはずなんだけど、バジルのミサイルでね両翼が破壊されちゃう。それでマジンガー Z ルストハリケーンするんだけど、ルストハリケーンって敵を酸化することができるじゃない。だけどこのバジルはなんとか耐え忍ぶことができる。それでマジンガー Z ピンチになるんだけど、ロケットパンチで頭破壊して、で最後ブレストファイヤーで撃破。お、飛行要塞グール。これはね、飛行要塞グールはブロッケン伯爵のためにドクターヘルが作った移動要塞で、人工の雲を発生させることができて、だからあの移動要塞グールが、空中に停止するんだけど、人工の雲を作っちゃうから、外からは見えない。お、永井王さんのイラストかっちょいいね。あ、キングダムがいるね。あ、トロスもいる。この永井豪さんのマジンガー Z さ、ここがね、ここが一番の違いかな。こことブレストファイヤーの形、あと目の周り赤く縁取ってあることぐらいかな。あ、色も違うけどね。そんなとこかな。さてじゃあ46号作りますか。もも左の組み立て1。はい、今日の部品はこれだけ。さてじゃあやっていくよ。はい、これは金属です。あとねネジね、あとね
こういうパッキンみたいのが2つ入ってます。さてじゃあやっていこう。股関節フレームにこれか、これに、リングをはめ込む。これね、これを、ピロンピロン、はい、できたよ。リングをはめ込みました。パッキンね。そしたらば、これにこれをガシャンとつけて、2つ同じのあるんだけどさ、これ片方側にさ、ちっちゃく愛って書いてあるでしょ。愛、愛って書いてある方は使わない。あ、ちょっとややこしいけど、愛って書いてない方を使う。これにここにガシャーンとくっつけて、あれ、ガシャーンとくっつけて、でネジ止め、いつもみたいにネジにワッシャー通して、で、ネジ止め、もう一箇所、ほら、あとは固く締めます。じゅん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 、はい、できました。そしたらば、次だね。今これ作ったでしょ、裏ついてる。今これ作ったでしょ。これにこれをこれをクッションで上からネジ止め。よいしょ、はい、ついた。あとはじゃあ固く締めましょう。テテンテテンテンテテンテテンテテ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 テ、よし、いい、できた。できましたよ。したらば、今度はね、この4箇所、この4箇所をネジ止め。1個ずつやっていこうかな。硬いな。ここ硬いな。いいのかな。はい。できたよ。ネジ止まりまして、ここ4箇所ね。ここ4箇所。ネジ止めて、お、今日ね、これで完成だって。なんだかな、簡単だったな。ね、ほらこういう風に回るの、股関節が動くんだろうね。こっち、よいしょ、はい、46号完成でございます。いやー、できたね。あれは何だろう、
股関節の部分だよね多分ね。いやちょっとずつできてくるね、嬉しいね。できればさ、できればフレームを早く終わらして、外側をパキ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 つけちゃいたいんだけどな、いつになることやら。というようにアセット週刊マジンガー Z を作る、迷子を組み立てるたびに動画にしていきますので楽しみにしててくださいね。それからその合間に、僕の数あるマジンガーシリーズのコレクションも紹介できたらなと思います。ちょっとね紹介がねちょっとねちょっとね調子が悪いんで、その紹介が、空いちゃうかもしれません。ごめんなさい、申し訳ないです。でも頑張りますので、よろしくお願いします。ということで、ではまたお会いしましょう。マジンゴー。